タンバイオサウルスは、ラオス、サワンナ系都県のグレスペリオ類層から発見された、竜脚類恐竜の属である。基盤的な、キタノサウルス類でありに、3個体の化石が知られている。この属は、ホロタイプ標本である TB4 から 1TB、4から36に基づいており、これらは、部分的な骨盤、いくつかの同士、1個の Oc。 六骨及び一個の上腕骨で構成されている。別の骨格には38個のオシ一個の頸椎、ほぼ一本分の後足が含まれている。タイプ種は、タンバイオソリスホフティで1999年にロナン、オレインを筆頭とする12人の科学者により、記載された。俗名は、発見地、タンバイとギリシャ語でトカゲを意味する。 シグマアルファーローから派生していて、種庄廟は、フランスの地質学者ホースウェイ、ハイルマン・ホフットに懸命されている。オレイン・エトールでは、また同じ地層から発見された部分的な大腿骨と、オシーに基づきタイタノソリス・ファロティとされた、以前の種にも触れ、これを、タンバイオサウルス属の一種 TSP としている。最近の創設ではほぼ同時代。 同地域の確立した竜脚類であるプーヤンゴサウルスと異なっているため、暫定的に属が維持されているが、ティーファロティをこの属に加えることは同意されていない。ラオス、海藻ウンポムイハーン郡にあるタンバイオサウルスの復元像、ありがとうございます。